とはおつな女のことです。三輪明宏。乙女トライアル始まります。皆様ご機嫌いかがですか。有本ひとみです。皆さん船見あんじです。今回からレギュラーパーソナリティとして、ひとみさんとオープニングから参加させていただくことになりました。不慣れな点も多く皆様にご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。せっかくですので、まずは船見あんじちゃんの簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。恐れ入ります。船見あんじちゃんは新潟県上越市の出身で、県内の高校を卒業後芸能の道に進もうと上京。都内の養成所を経て晴れてうちの事務所に入所。現在はドラマや映画のエキストラなどに参加して演技の勉強中です。趣味はお菓子作りと散歩、特技は料理だということだそうです。ありがとうございます。他にもここ市川うらら FM で放送中のうちが制作している番組のゲストやリポーター、それに TikTok ですごいプロジェクトをやってるんですけれども、それは後々。そうなんですよ皆さん、私も聞きたいことはいっぱいあるんですが、ちょっと時間と構成の関係で今はちょっとお質問がですから後々で。わかりました。お願いします、はい。それでは番組本編に戻りまして、今お聞きのこの番組乙女トライアルは、我々若手女優が女優道邁進のためいろんなことにトライアル挑戦していく番組です。また番組収録時に映像も撮影していただいておりまして、そちらの映像も再編集していただいて、放送後約10日程度で YouTube にアップしていただきますので、ぜひ YouTube で乙女トライアルで検索してみてください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の乙女トライアル最初のコーナーはマンスリートライアルのコーナー。さてこのコーナーは我々2人がこの1ヶ月いろんな現場に参加出演させていただき、まさにトライアルさせていただいた内容についてお話しさせていただくコーナーです。ただ我々の業界のルールとして、まだ具体的な内容とタイミング的にお話しできない、いわゆる守秘義務がありますので、あらかじめご了承ください。それでは早速先月の活動について、まずは私有本ひとみからリポートさせていただきます。まずは毎週金曜夜10時から TBS にて放送されておりました100万回言えばよかったに、私美容師役としてレギュラー出演しておりました。こちらのドラマは井上真央さん主演、そして佐藤健さん、松山健一さんご出演のドラマで、私の役どころはですね、井上真央さん演じる相馬結衣さんの同僚の美容師ということで、出演しておりました。まあ、放送は終了したということのところですね、まあ、前編通してちょっと今振り返ってみると、やっぱこうして一つの作品に、携わらせていただけたことって本当に、ありがたいことだなっていうふうに本当今しみじみ思うんですけれども、やっぱこう現場に足を運ぶためにですね、キャストの方のお芝居を間近で拝見したりだとか、やっぱ間近で拝見できるからこそこう肌で感じ取ることもいっぱいあって、すごく勉強になるそんな現場だったなっていうふうに今思っております。また私この美容師役ということでね、もう全然知識のないこう職業というかだったんですけど、まあこの現場でこう撮影にね、参加するたびに、なんか器具の名前だったりとか、こう美容室行った時に首元にこうタオル巻いたりとか、クロスって言われるのかな、髪の毛がつかないように切るたりするものだったりとか、そういう付け方とかもなんか学ぶことができて、なんか新たな知識を演技以外でもこう自分の中に貯めることができるっていうか、ことができて、自分自身をすごくアップデートできるようなそんな期間だったかなっていうふうに思っております。そしてまあ毎度おなじみですね、私の母がいつも私が写ってるために写真だったり動画だったりを送ってきてくれて、そうやってまあ送ってきてくれること自体すごく嬉しいですし、まあ、母がその私の姿を見て喜んでる姿を私が想像するのも自分の中で嬉しく思ってますし、本当感謝してる
思いがいっぱいでありがとうって本当に伝えたいなと思いました。まあ、こうやってまあアップデートできた期間でもありましたし、次の新しいなんかお仕事にもつなげていけたらいいなっていうふうに思っております。ご覧いただいてた皆様、本当に応援していただいた皆様もありがとうございました。続きましてですね、4月23日日曜日夜9時から TBS にて放送スタート予定のドラマの現場に女性警官役として参加させていただきました。こちらの現場ではですね、あのキャストの方と私だけっていうような、シーンでして、すごく、まあ、そこも緊張感のあるような、シーンだったので、すごく放送が今から楽しみです。そして続きまして、毎週月曜夜9時からフジテレビにて放送されておりましたドラマの現場に法科大学院生そして看護師役として参加させていただいた回のものが放送ございました。こちらはどちらもですね、自分の写っている姿を確認できましたし、まあ、キャストの方と少し絡ませていただいたこともありますので、あ、写っていてよかったなっていうふうに思っております。そして話は変わりましてですね、前回のマンスリートライアルでもお話しさせていただいたんですけれども、ジャパンワールドページンツ2023の公式アンバサダーに私就任させていただきまして、3月の21日に世界大会に向けての日本大会が、目黒雅叙園で開催ということなんですが、こちらはですね、ちょっと収録日の関係で来月のマンスリートライアルでたっぷりとお話しさせていただこうと思います。そしてそれに伴いまして、先月11日にこう日本大会の総合リハーサルを見学させていただいたんですけれども、あの本当にファイナリストの方々、すっごく美しい方々ばっかりで、私がこんなとこにいていいのかってちょっと恐縮しちゃうぐらいだったんですけどいやーね、本当改めて女性の美に圧倒されました。そして大会オーガナイザーの三浦みやびさん、アシスタントディレクターの斉藤恵里さんにお話をお伺いしてきましたので、こちらをどうぞ。ジャパンワールドページンズ2023公式アンバサダーの有本ひとみです。今回はジャパンワールドページンズ2023オーガナイザー三浦みやびさん、アシスタントディレクター斉藤恵里さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまず、このコンテストはどういったものでしょうか？まずマレーシアが主催国のミセスインターナショナルグローバルというコンテストがありまして、そちらとあとアメリカが主催のトランスコンチネンタルページンズというコンテストがあるんですけれども、そちらの2つのコンテストに日本代表を選出するというコンテストになっております。続いて一番の見どころは？やはり一番の見どころはタレントショーだと思います。っていうのは、皆さんそれぞれのカラーが一番出るところだと思います。では最後にこちらの映像をご覧の方にメッセージをお願いいたします。はい、ミスコンとミセスコンテストというのはちょっと違いまして、ミセスコンテストは外面だけではなく内面の美しい方に、グランプリを差し上げるというコンテストになっておりまして、外面の美しさということよりも内から輝くものということを大事にしております。ですから身長だったり、見た目がちょっとふっくらしてるとかそういったことよりも心が美しい方に、グランプリになっていただくというコンテストになっておりますので、どなたでも参加することができます。少しコンテストに出たということで全然今後の人生が変わってきたりとか、今まで経験したことのないことを経験することで新たな未来が見えてきたりします。ですので皆さん挑戦していただきたいと思っております。続きまして、ハングル能力検定試験4級に向けて私勉強中なんですけれども、以前受験しました5級とはですね、やっぱり単語の数そしてまた文法数も結構増えてきてて、そろそろ本腰を入れて勉強していかないといけないなっていうふうに思っております。頑張ります。続いて、毎月事務所で開催していただいておりますワークショップの方でですね、 TikTok の撮影も行いまして、私とアンジュちゃんもね一緒に、はい、撮影したんですけれども、はい、最近ですね、うちの事務所に新人の子たちもたくさん、入ってきてくれまして、また新人の子たちの、紹介動画だったりとかもアップされていきますので、ぜひ皆さん公式 TikTok チャンネルプラスボックスチャンネルをご覧いただきまして、フォローいいねをしてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。お願いします。
さらにですね、3月19日に、開催されます熊谷桜マラソンの大会結果はということなんですが、こちらも収録日の関係でですね、来月に詳しくリポートさせていただきます。さらにですね、私の、TikTok チャンネル、単独 TikTok チャンネルも配信中でございます。こちらでは、韓国語の勉強について、ちょっといろんなことを皆さんと勉強しようというような内容のものを配信しておりますので、こちらも、合わせてご覧いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてここからは私、船見杏樹の先月の主な活動リポートです。まず、伊勢水渚さん主演のフジテレビ火曜ですね、はい、高級焼肉店店員役として参加させていただきました、はい、やっぱり普通のお店と違って高級焼肉店なので、うんうん、接客の仕方が全然違くて、そうなんだ、難しかったですね、普通に。私も今ちょっと居酒屋とか普通のやったことあるんですけど、お難しすぎました。全然違いましたね。そうなんだ、はい、で次にですね、木曜日、はい、フジテレビ、あ、違います、日本テレビ系列ですね、はい、の4月期、木曜、毎週木曜夜11時59分から放送予定のドラマ、式場見学カップル役として撮影させて、はい、いただきました、はい、こちら志田未来さんが主役のドラマになってますね。これもまた何ですかね、初めて初対面の方とイチャつく動画、はいはい、撮影だったんで、カップルだからね、そうカップル役なんで、あ、なるほど、難しいですやっぱ初対面だとちょっと、初対面だと難しい、そうだね、はい、で他、次に、NHK 放送毎週火曜日7時から番組内のドラマの高校生役として、同じ 同期の成田すみれと、あ、すみれちゃんね、はい、新人の、新人の子と一緒に撮影に参加させていただいて、高校生制服を着ての撮影をし、参加しました、はい、やっぱ高校生って今の高校生ってよく分からなくて、どういうこと、なんで、でもそんな卒業生待たってないでしょそうですね、そうなんですけど、うんうんうん、なんか制服を着て、うん、今の学生って何やるのみたいなスタッフに聞かれた時に、あんまり答えられないと思って、確かに難しいかもしれないね、難しくてそこは、うん、大変でしたねで他にですね、はいはい、他所作ダンス、略して所作ダンの個人チャンネルの、うん、TikTok チャンネルですね、個人にアップしておりますので、はい、ぜひそちらもご覧ください。この所作ダンス、略して所作ダンとは、はい、創作日本に、新日本舞踊琴宮流家元、琴宮聖華先生がしぐさ舞っていう、踊りを作られて、はい、それを現代の若い女の子のメディアで気軽に、踊ってもらおうと開発された踊りなんですけど、それってさ、言ったらなんか昔のパラパラみたいなものなのかな、あ、そうですね、令和のパラパラ所作ダンス略して所作ダンですね、所作ダン、所作ダンですね。これはさ、どんな楽曲踊ってんの。第1弾がキンキキッズさんのフラワーを 踊って、音楽使いました、はい、であとは松田聖子さんの天使のウィンクとかだったり、今渡辺美里さんとかも、あ、ってことはさ、それちょっとなんか夏メロが多いのかな、はい、そうですね、その傾向があります、ね、でも今、オフィシャルヒゲダンリズムさんとか、うん、ゆうりさんの曲も、お、じゃあ今の楽曲もあるね、ありますね、あ、なるほど、でそれを全部家元の、琴宮聖華先生が完全オリジナルで日本舞踊の所作をベースに振りを考えていただいて、それを私に教えていただいて練習して撮影して、自分で編集をしてみたいなアップで、すごいね完全家内製酒工業でやらせていただいております。なるほどね。でその TikTok はどこで見れるの、はい、ありがとうございます、うん、ネット検索で所作ダンって調べていただいたら出てきますし、うん、そうなんだ、あれだったら TikTok でぜひ船見杏樹で検索していただければ出てきます。わかりました。皆さんぜひ所作ダン覚えましょう。よろしくお願いします。以上、ワンスリートライアルのコーナーでした。勝手にヘビロテのコーナー、続いてのコーナーは勝手にヘビロテ、
このコーナーは今我々2人が気になっている曲、思い出の曲、話題曲等を勝手にセレクトさせていただき、毎月2回放送ともかけさせていただこうというコーナーです。それでは早速今回の楽曲は嵐さんの桜酒です。いやまあ4月といえばね、桜の季節ということなんですけれども、まあ、この桜酒っていう楽曲を私聞いた時にですね、あの自分のこうなんか心に持っている夢とかをパッて咲かせて前に進めっていう、なんかちょっと一つの応援ソングみたいなものなのかなっていうふうにも感じ取れましたし、またこの桜酒の歌詞の中に出てくる振り向くな後ろには明日はないからっていうところがすっごく好きで、確かに振り向いてももう過去しかないし前に進むしかないなっていう、すごく後押ししてくれるようなそんな楽曲だなっていうふうに思っております。ぜひこのアップテンポで楽しい楽曲だと思いますので、ぜひ皆さんにも聴いていただければ嬉しいです。上越覚えてトライアルのコーナー。さてこのコーナー上越覚えてトライアル、実は私船見杏樹の生まれ故郷新潟県上越市はシンプルに申し上げまして地味なんです。そしてそこで、私船見杏樹上越市未公認サポーターとして、未公認なんだ、ひとみさんよく聞いていただきました。何を非公認ではなく未公認なんですね。ああなるほどね、はい、未とは、はい、読み方を変えると、うんうん、まだとも言える、うん、そうね、はい、ってことはつまりゆくゆくはひとみさん、はい、狙っております。私船見杏樹、はい、野望は希望、決して無謀ではございませんなんかうまいこと言ってということで、はい、我がふるさと上越市をまずは皆さんに、うん、覚えていただきたいと思いまして、はい、ひとみさん、上越市ってどんなイメージですか？いや、やっぱり雪かな。あ、出ました、うん、確かに雪は半端なく降ります。凍ります。雪かきも大変です。あ、ただ皆さん、うん、ここがポイントなんですね。ほいほい、上越市といえば、うん、桜なんです。本当？はい、本当に特に有名なのが、うん、高田城址公園っていうところなんですね。高田城址公園、はいはい、新潟観光ナビによりますと、はい、日本三大夜桜の一つになってます。で、高田城址公園の桜は、はい、徳川家康の六男、うん、松平忠輝公の居城として築かれた高田城跡に整備された公園です。で、城址公園、あ高田城址公園を巡る広大な内堀と外堀をはじめ、その周辺には約4000本の桜が咲き誇り、4000本、はい、で30櫓とも、ともに盆堀の明かりを照らし出される美しさだったり、日本でも有数のものと知られてます。そうなんだ、はい。で今年は、3月29日から4月12日まで、はい、第98回、高田城址公園観桜会が開かれていますので、はい、ぜひ週末お近くにお越しの際はお立ち寄りくださいという感じだったんですね。はい、ということです。4000本の桜が咲いてるんだ、はい、高田城址公園多いですよ、綺麗ですよ。初めて聞いたよなんか新潟県上越市って聞いて、本当に、はい、私本当に雪しか今思い浮かばなくて、桜ってイメージが全然なかったけど、はい、ここはもちろん行ったことある感じなの？ありますね。お、春になったら絶対1回は行きます、うん、絶対。そうなんだ。じゃあ毎年行く？行ってますね。そっか、毎年親と行く時もありますし、うん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 、友達と行く時もありますし、なんなら昼夜と分かれて行く時もたまにあります。あ、そうだ、1日2回行った。行きました、行きました。すごい。ここの桜とか見てなんかこう思い残ってることとかあったりする？そうですね、一番の思い出は、うん、上京する前に友達と一番最後に夜桜を見に行ってきたんですね。ほうほうほう。夜桜ってやっぱり明かり、うん、ライトアップされてるんで、うんうんうん、湖に映る桜だったり。あ、湖あるのね。あります。ちょっとした湖みたいなのがあるんです。水辺もあの映ってたり。うわ、綺麗そうだな。桜もあって高田城みたいなのもあるので、うん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 、そこも合わせての光景がめちゃめちゃ綺麗なんですね。そうなんだ。それ夜見に行くのもいいね。一番いいです、
うわすごいな。やっぱでも桜のこの高田城址公園の目的としてみんな来るのが、夜桜のそのライトアップされてる状態を写真に撮るっていう目当てで来る方がやっぱり多いですね。へえ、いや4000もの桜って想像つかないけど結構ね広大な敷地なのかな。そうですね、公園自体が。はい、でも桜ばっかりなんだね。そうですね、行くとこ行くとこ桜は絶対ありますね。そっか、うわ行ってみたいな、それちょっとめっちゃ気になる。ぜひ私もね、桜って言われたらさ、まあ、入学式のシーズンとか、はいはい、高校のね周りとかに咲いてたりとかって、ね、よくあると思うんですけど、はい、私初めて20歳の頃ぐらいにちょっとバーベキューを家族とかでした時に、うん、八重桜っていうのかな、遠くから見るとちょっと丸く見える桜、はいはい、それをちょっと初めて見て、なんて言うんだろうって最初思ったんですけど、うん、よくよく調べるとね、八重桜っていうことで、あ、こういった桜もあるんだなって、本当桜の種類ってたくさんあるから、ありますよ、ね、いや、 やっぱなんか日本ならではっていうか、そう見れる花なので、すごくやっぱ春の季節っていうのを感じ取れるなっていうふうにやっぱ改めて思います。ということでね、まあ、この春の季節ぜひ皆さん桜を見ていただくとともに、桜を見た時にはこのね新潟県上越市のことも思い出していただきたいなというふうに思います。お願いします。以上、上越覚えてトライアルのコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送はいかがだったでしょうか。この番組乙女トライアルは毎月第2、第4の土曜日お昼2時30分から放送ですので、ぜひ次回もお聞きいただきますようよろしくお願いします。ひとみさん、はい、一つよろしいですか。お、はい、先ほどのマンスリートライアルで、うん、成田すみれと一緒に現場に行きましたっていうお話をしたんですけど、うん、あの新人女優の子、はい、お名前が佐藤春菜って子ですね。あ、春菜ちゃんね、すいません、はい、緊張していて飛びました。はい、じゃあ佐藤春菜ちゃんと失礼しましたということですね。それではですね、ここで昨年まで一緒にこの乙女トライアルで私と一緒にレギュラーパーソナリティを務めていた林若菜ちゃんがスタジオに入ってくれました。皆さんこんにちは、林若菜です。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。久しぶりだね。アンジュちゃんがパーソナリティやってるのを聞いてどうだった。はい、いや、もうなんかあの新鮮でこうなんかこうしっかりしてるようでこう緊張してるのがこう感じられて、あ、なんか私も最初こうだったんだろうなっていうのをこうなんかこう思い出すかのような温かい気持ちになりました。はい、ということでね、はい、若菜ちゃんは今回どんなご報告に来てくれたんでしょうか。今後の進路で皆様に報告させていただこうと思って今日は来させていただきました。はい、お願いします。はい、ですね、私、今後、あの母校の大阪学院大学という大学なんですけれども、はい、ま、あのこちら皆様ご存知かと思うんですが、2000年のシドニーオリンピックでフルマラソン、あの金メダリストの高橋尚子さんの母校でもある大阪学院大学の女子陸上競技部のコーチにあの採用してていただくことになりまして、まずは1年ですね、しっかりとあの母校に恩返しができるように、うん、あの頑張りたいという意思を報告させに来させていただきました。おー、そっか、すごいですね。いや、こうしてね、若菜ちゃんの新しいこの、ね、はい、スタートを切るということで、はい、いや、まずは健康第一にね頑張ってきてほしいなっていうふうに思います。はい、若菜ちゃん頑張ってね。頑張って、ありがとうございます。ありがとうございます。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見をぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com 乙女トライアル、おつな女カタカナでトライアルでまでお待ちしております。それでは乙女トライアル、また次回同じ時間お耳にかかりましょう。この時間乙女トライアルは若手女優有本ひとみと船見杏樹と林若菜が担当させていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた